福島号は、日本の教育学者、鹿児島国際大学福祉社会学部准教授。修士、北海道函館市出身。日本の保育業界への、リアリスティックジョブプレビュー導入の第一人者。ラジオにて、クラーク記念国際高等学校、明治大学文学部卒業、早稲田大学大学院教育学研究科修士、家庭修了。予備高校士 箱館て親短期大学専任講師を経て現職。東北大学大学院博士後期家庭教育情報学教育部在学中専攻は、教育哲学で藤井千春に指示。大学院生時代、同ゼミに、トマの一徳がおり、強い影響を受けている。現在は保育者の離職問題をテーマとして取り組み、各地で講演を行っている。子も対大人、あるいは、 子供対子供の人間関係は先行研究も多いが、福島のように保育職内の大人対大人の人間関係に焦点を当てているケースはまれ、函館市で生まれる。高校在学中、ビジュアル系バンド、比喩を結成。ギタリストとして活躍する。作詞作曲はほぼ自身が手がけた。解散して十数年が経ってもなお、復帰を望む声は多い。 活動中本人は、なぜ勉強をする必要があるのかと悩み、その意味を発見するために、大学の進学を決意する。明治大学入学後、蔡藤隆と出会い、学術の様々なスタイルを学ぶ。その中で、自分の常に思う疑問それ、自体を問う学問が哲学であることを知り、大学院へと進学を決意。早稲田大学大学院教育学研究科に、 最優秀の成績で入学する。その結果、大熊重信の部学金小学生となる。予備高校史を経て、函館大屋短期大学に赴任してからは、コミュニティ FMFM イルカで、パーソナリティも務めた。当番組では、しばしば動画がネタにされ、奇跡のイケメン30代と言われていた。鹿児島へ拠点を打ちしてから、テレビでは保育者への研修の必要性を強くとき、 現状の保育業界の問題をはっきりと指摘する。保育者に代わって保育者の声を代弁してくれる。姿勢からしばしば講演に招かれることも多くなったとされる。幼児、初等教育入門に2021年。ありがとうございます。